人間ジュリーの素顔、元付き人が語る70年代後半の沢田研二の衝撃エピソードがヤバすぎる。沢田研二さんは昭和を代表するスーパースターです。1960年代にザ・タイガースのボーカルとして活躍、ソロになるとその人気はますます加速します。1970年代にはヒット曲を次々と世に送り出し、歌謡界のトップの座に上り詰めました。名曲とともに斬新なステージ衣装や派手な演出、当時まだ珍しかったメイクなど、自己プロデュースでも話題を集めました。そんな沢田さんの全盛期ともいえる1970年代後半のエピソードを、当時の付き人の話から見ていきます。2人の関係。沢田さんは1970年代後半に人気絶頂期を迎えました。1975年に発売された時の過ぎゆくままには5週連続オリコン1位の大ヒットとなり、1977年に勝手に仕上がれでレコード大賞を受賞します。この頃からビジュアルを重視した演出もどんどん過激になっていき、新曲が出るたびに次は何をするのかと世間の注目が集まりました。まさにスーパースターとなった沢田さんでしたが、バラエティ番組ではコントをやるなどお茶目で気取らない一面もあり、幅広い年齢層に人気を博しました。ちょうどその頃、沢田さんの付き人になったのが当時19歳の西澤守さんでした。長髪ですらりとしたスタイル、沢田さんと間違われるほどのイケメンだった西澤さんは当時のファンに守君と言われて親しまれていたそうです。西澤さんはコンサートの楽屋で沢田さんの化粧品やアクセサリーの準備をしたり、衣装の着替えを手伝ったりしていました。舞台袖で沢田さんの肌に直接金粉を塗る役目も担っていたそうです。昔の衝撃エピソード。西澤さんが沢田さんの付き人になったのは1978年で、22枚目のシングル「サムライ」が発表された頃です。毎日沢田さんの自宅へ車で迎えに行き、衣装や化粧品、アクセサリーを積んでテレビ局へ向かいました。当時は個室がなく、大部屋に板張りの化粧コーナーがあるだけでした。そこに化粧品やアクセサリーを置いておくと沢田さんが来て自分で化粧をして身支度をします。終わったらすぐ片付けて他の人が使うからと西澤さんに声をかけたそうです。スターになっても沢田さんは決して選ぶることなく、周囲の人への気配りを忘れませんでした。西澤さんにも丁寧な言葉を使い、声を荒げることなどなかったといいます。人気音楽番組夜のヒットスタジオで新曲を披露することが多かった沢田さんでしたが、衣装も初披露となるため西澤さんは毎回とても緊張したそうです。夜ヒットのオープニングは出演者が順番に次の出番の歌手の歌を歌い、紹介するメドレーが定番でしたが、その時はスーツを着用し、本番直前に衣装にチェンジするのです。沢田さんは楽屋に戻る時間がなく、スタジオの隅で着替えたそうです。こだわりの衣装には曲ごとに決まりごとが多くあり、例えば「ラブ」「抱きしめたい」では雨の演出で革のコートをスプレーで濡らし、手に包帯を巻いて赤チンをつけるなどの作業を限られた時間に素早くやる必要がありました。カサブランカダンディでは小瓶のウイスキーを口に含んで霧吹きするパフォーマンスが話題を呼びましたが、本物のウイスキーだったのでスタジオ中にアルコールの匂いが一気に広がったことをよく覚えているそうです。全国ツアーで地方に行った時などに沢田さんの衣装がほつれたりすると、テグスや針金を使って直すのも西澤さんの仕事でした。専属デザイナーの制作した衣装はどれも繊細で、刺繍やスパンコールが施されており、とても緊張する作業だったそうです。沢田さんは元野球少年で、スターになっても草野球を楽しんでいました。西澤さんは高校での野球経験があり、活躍を期待されていたのだとか。沢田さん率いる草野球チームジュリーズでホームランを打ったこともあるそうで、忙しい毎日の中の楽しい思い出だということです。70年代後半の画像。1975年発売、沢田さんの最大のヒット曲となった時の過ぎゆくままにのジャケットです。主演ドラマの主題歌でもありました。1977年にレコード大賞を受賞した勝手に仕上がれの衣装です。帽子を投げるパフォーマンスは誰もが真似しました。1978年のコンサートです。上半身裸で金粉をまとっている衝撃的な姿です。1979年、カサブランカダンディではウイスキーを口に含み
霧吹きのように吹き出すパフォーマンスが話題でした。1979年、大ギャルの衣装とメイクもド派手でした。タバコを片手に歌うスタイルも70年代ならではです。まとめ、沢田研二さんは1970年代後半に人気絶頂期を迎えました。ヒット曲を次々と世に送り出し、1977年には勝手に仕上がれでレコード大賞を受賞。名実ともに歌謡界のトップの座に上り詰めました。ビジュアルを重視した斬新なステージ衣装や派手な演出もどんどん過激になっていき、新曲が出るたびに世間の注目と期待が集まりました。スーパースターとなった沢田さんでしたが、決して偉ぶることなく周囲の人への気配りを忘れませんでした。大部屋で身支度をするときは他の人が使うからすぐに片付けるようにと付き人だった西澤さんにいつも声をかけたそうです。